はい、こんにちは、リオロスです。本日もいただいたコメントを紹介していきましょう、よろしくお願いします。はい、リリさん、投稿お疲れ様です。お疲れ様です。おっす、むっちゃん帰ってきましたね。あ、そう、むっちゃん帰ってきた回ですね、のコメントになります。はい、極め以上、なんとなく火炎隊って感じがして好きです。そのああいう感じなんですか実際火炎隊の、画像を見たことはないんで、ちょっと今度、はい、見ときます。担当ですが、私はオール150で、毛利くん、藤四郎くんと、剣心影光、はい、来ました。ね、近似は、極め総座さんと、極め乱れさんです。あ、そっか。近似もそっか、ちょっと、変えとくべきでしたね。今度そうしましょう。はい。オール150だと脇差しも出ますので、連月要因になるもなるかと思います。あ、そうですね、もうすぐ左右くんも帰ってくるんで、そのためにねはい、連月要因も、貯めておきましょう。あとレシピが変わってなければですが、オール350で内眼旦と太刀も出てくるのでおすすめです。それではおさよの手紙を読んだリオロスさんのリアクションを楽しみにしております。はい、まあさすがにね、あの2人目で会ったんで、まあ、泣きはしませんでしたけどね、やっぱり、手紙が来ると嬉しいものです。はい、続きまして、マワサビさん。はい、リオラさん、投稿お疲れ様です。お疲れ様です。おっす、むっちゃんすごくワイルドになって帰ってきました。そうね、あの眼光がすごい鋭くなって、ワイルドでした。はい、むっちゃん刀の方を見れば龍馬も気がつくかもしれないと思いましたが、むっちゃんは一度焼けてて、龍馬が生じしていた時とは形が変わってしまっていることを思い出して少し切なくなりました。あー、そうなんだ。まあどうしたってね、戦争の、まあ、道具ではありますから、そういうこともあるし、まあひょっとしたら戦争が終わった後の火事とかっていう刀もあるでしょうし、まあね、こればっかりは、まあ切ないですけれども、まあ中にはね、まあ見つかってないっていう刀とかもいるでしょうから、まだ見つかってるだけね、いいのかもしれないですけどね。はい、ひほの里もお疲れ様です。本当お疲れ様です。はい、さやちゃんが帰ってくるのは楽しみですね。はい、もう毎日、楽しみでございます。あと2日か。はい、はい、続きまして、高梨さん。はい、投稿お疲れ様です。お疲れ様です。おっす。むっちゃん帰ってきましたね。帰ってきました。一段とかっこよく頼もしくなって、これからの活躍が楽しみです。金字曲がまた似合いますね。金字曲は、僕が個人的に楽しんでおります。次はおさゆが修行に旅立ちましたか。彼は極め担当の中でも打撃がトップクラス。あ、そうなんだ。あー、復讐パワー。で、頼りになりますよ。担当は成長も早く素早く敵を倒してくれるので、おすすめです。もう気づいてると思いますが、盗聴も極め部増えてるので、またそちらもお暇な時にも見てください。はい、見ました。猫の呪いを受けた刀剣男子は今度の江戸城イベントの報酬にいますよ。ああ、じゃあもうすぐ会えますね。こちらも運次第で早く手に入れることができます。頑張ってください。ひょうの里は間に合いそうですね。ギリギリ間に合いました次回は無前行が見れるかな。見れましたしかし本当にリュウロさん、タイミング良いですよね。当面匿名調査がまさかむっちゃん絡みのイベントで来るとは。しかも今経験値2倍5倍イベントでむっちゃん鍛えるにも最適ですし。そうなんですよ、自分でもちょっと思いました、あれはむっちゃん主役なの、あ、しかも経験値いっぱい来るの、あ、すごいいいタイムリーって本当思いました。よかったよかった。また先ですが、こちらの匿名調査のイベントも頑張ってください。ありがとうございます。それでは本編の方どうぞ、前回の続きですね、よろしくお願いします。はい、では次行きましょう。池田屋事件突入で、カシュー君とヤマト君ですね、2階に行ってみましょう。今回はカシュー君を隊長にしていきましょう。出陣だ。池田屋の2階ですね。おいおい、桜は待ってます。行ってきましょう。この間のカネさんみたいに、御用改めであるみたいなセリフ聞けるかな。でまずは回想ですね。敵が多いな盛大な歓迎だな。人気者は辛いよね。まあ、あの大橋のあの連戦よりか全然いいと思いますけどね。バカ言ってないで真面目にやるぞ。分かってるって。でもさ、
孤軍奮闘してたあの人よりは全然楽な状況だしさ。4人対20人でしたっけ実際は。うん、新選組4人と池田への人たち20人、うん、油断してて折れたりかけたりしても知らないぞ。うん、それはゾッとしないなよし、ちょっと本気出しちゃおうかな。お、いいですね、本気見せてもらいましょう。隊長なんだから今回は。さあ、どんなセリフを。偵察苦手なんだよな。どんなセリフを言ってくれるかな。ちゃんと言ってくれるかな。はい、御用改めである。ああ、言ったやっぱり御用改めであるなんだ。おお、いいですね、この専用ステージに専用2頭海岸。いいですね、気合入ってますね。結構ちゃぶでね。やるじゃん、カシュー君気合入ってますよ。そら目つぶしだ。で、バン。はい、綺麗に決めてくれました。やっぱレベルが上がって必殺が上がってるんですかね。うん、2頭海岸率がだいぶ上がってる気がする。ありがとう。うん、嬉しいよ。そして君が持っていく誉れ。はい。じゃあ、また次に行きましょう。一応録画はしておきます、何かあった時のためにはい。偵察苦手なんだよな。おらおらおら、悪い、僕も結構茶道でね。おらおら、押し通す。そら目つぶしだ。二頭海岸てやー。どうじゃ。おー、また来てくれましたね。必殺値高いからか。そうか、高い高いそうだ、必殺値高いんだよ。うん、腹症。当然だろ。おお僕はサヨくん。ああ、サヨくん、復讐を望むのか。さよくん元気にやってるか。はい、1日1回本日の担当コーナーです。今回はシンプルに50-50-50-50やっていきましょう。ポン。あ、正座してない、しまった。20分、はい、待ちましょう。よろしくお願いします。はい、3つ目も終わりまして、途中で来てくれた八塚さんをまたむっちゃんにね修行相手になってもらいまして、なかなかええの。ほいで、そう、なんだっけ、担当は、秋田くんでございました。はい、一日担当の結果は秋田くんでございました。さよくん、さよくん、手紙はまだか手紙も一回ログイン、ログアウト、ログインしないとダメかな。うん、まあよし、次行きましょう。はい、回想です。最後ですね、池田屋事件裏庭へ、池田屋1階ですね。じゃあ今度は大和くんにしてみますか。大和くんの御用改め。僕が隊長か。出世したもんだ、出世したもんだはい、何気に逃走今回まだ一つも削られてない、ありがたい。じゃあ行きましょう。気分を切り替えない。池田屋1階ですね。太巻きが手に入ります。出撃するぞ。ほらほら、行くぞ。ほら、さてさて、どうせここもずれるんだろうなやっぱ担当がいないせいか変なとこ行きますよね。うん、先ほど危うく顔を合わせそうになったな。ダメなの、あっちゃん。むっちゃん普通に会ってきたけどやっぱダメなのかな。そうね、危ない危ない。もしかして未練でもあった。いや、うん、どちらかというとお前の方こそそうではないのかまああるよね、二人ともあるよね。特に小鉄さんなんか、長曽根さんなんか叫んだもんねそうね、うわーって、こんな時に血吐いてるんじゃないよとか、もうちょっと大事に使ってよとか文句はあるけどさやはりお前
早とちりしない。それを言う資格があるのはこの時代にいる歌手を気を打つで、未来から来た俺じゃない。そうでしょ。そうだな。ここから先、敵を通さぬことだけが今の俺たちにできることだ。はい、はい、血吐いてるんじゃないよ。偵察開始でね、まあその時はまあ歌集は刀であって、そんなこともちろん言えなかったんですけど、まあ言ってあげたかったってことなのかな。言いたかったんでしょうね。戦闘だ。さて、じゃあまあ戦闘はまたどうせずれるんでしょうけども、まあ、一応録画してね。はい、あ、いきなり怪我したよ。そして自分の手で歌集極密折り大隊を倒していく。うん、いいですねこのスタイル。勝てるんだ。わしは何でも使うぞ。これこれ。勝つんなら、わしは何でも使うぞ。まあ、命のやり取りにね、聖堂とか邪道とか言ってられないわけですよ。うん。ありがとう。嬉しいよ。ニト、海岸。テア。ほら。テア。遅いよ。ほらほらほら。テア。そら目つぶしだ。そしてカネさんとカネさんとは発動しないな。うん。どうした織川君。そっか、よく考えたらこのチーム堀川くんだけ内刀で、あとみんな内刀なんだから、もう二頭海岸は堀川くんの取り合いになってるわけか、これ。だからか、なかなかこう本命のカネさんに出てこない。そっかそっか、うん、なるほど、堀川くんの取り合いだ。ありがとう。嬉しいよ。悪い、僕も結構邪道だね。おお、今回堀川君との取り合いに勝ったのは大和君だけど、ほんとカネさんが出ない。カネさんが出ないぞ。どうするよカネさん。今回堀川君モテモテだぜ。どうする。カネさんやったよ、やったよって報告されちゃってるよ、ほら。そしてボス行きそうなんだけど、行っちゃう？あ、ボス行っちゃったよこれ。あらー、さすがに削れないでしょ。お前が大将か。もう偵察開始だ。さすがに無理なんじゃないかな、あの闘争削るのは。大隊人だし、硬い人にしてきたし、ちょっと無理でしょう。戦闘だ。おらね、この立て立て立て、これ無理だよ。あいたー、死ぬる。おー、すごい形相になった。おらおら、悪い、開眼してくんないかな、必殺してくんないかな。そら目つぶしだ。出りゃ出りゃ、よう狙ってバン。あいてあいて、冷静でいなきゃ。おらおらおら、おと、え、倒した。あれ倒せた。え、倒せるんだ。そら目つぶしだ。およー、でーや、他のが硬い。他のが硬い。でも盾三つの倒せましたね。タイミングさえ合えばいけるのかな。うん、あ、むっちゃんの必殺見たかったけどな。はい、ドロッパーなしと。はい、ありがとうございました。はい、では、2日目の、1日1回担当。可愛い子だといいね。完成しました。可愛い子、可愛い子、可愛い子だといいですね。うん、行きましょう。ほい。おう、久しぶりに。そうだ。久しぶりにやってしまったこれを。はい、ちょっと整理していきます。はい、整理してきたんで、はい、可愛い子かどうか見ていきましょう。20分。北くん続くな。まあ勝力上がるから、うん、いいんですけどね。はい、ありがとう、勝力上げてくれ。はい、無事池田屋シリーズは全部見終わりましたね。はい、あ
とはつながってはもういないですね。それじゃあ、今日はあとはさやくんの手紙を待って終わりたいと思います。まだかな。はい、ちょっと時間余っちゃったんで、このまだ60に慣れてないタントーズ6人を連れて、6の1のね、うん、あのケビー氏に会いに行って、ケビー氏の5倍経験値をいかほどか、はい、見に行きたいと思います。はい、それでお守りがこの2人しか今つけてないんですけども、この上の4人はお守りボイスがあるので、ちょっとそれを聞いていこうかなと思います。はい、はい、無事の帰還をお約束いたします。おお、いいですね真面目だな前田君は。無事の帰還をお約束してくれました。はい、僕は主君の守り刀のつもりなんですが。ああ、なるほど。お守りをいただいてしまうとはなるほどね自分が守る側なのにお守りもらっちゃったよ、どうしようっていうことか。ああ、なるほどね。秋田君も真面目だなはい、ヤギエンさんなんだ大将、心配性だないいんですよ、こういうのは気持ちですよ、気持ち。うん、最後アイゼンのカゴ。お守り、子供扱いかよちょっと嫌がってる嫌がるなよ、ちょっとサニワの気持ちですよこれは。うん、はいじゃあね、行ってみましょう。よし、祭りだ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 。京都の市中ですね。出てくれるかな、今のところは。うん、あの2面とか3面のケビー氏はめったに出てくれないんですけど、ここのケビー氏はね、まず来てくれるんで大丈夫だと思うんですけどこれで一気にみんな60になれるから。あ、早い、早速来た助かる助かる、刀剣男子の、はい、以下省略。はい、俺が先人だ。適当適当、作戦適当。これだよ、ケビー氏なんて勢いでやってしまえばいいんですよ。うん、はい、ギョリンギョリン。あ、祭りの始まりだ。お茶がうまいあ、お茶がうまい。あったれ、潜り込んでしまえば僕の間合いです。僕の間合いです。とスパーッ、ここです。あ、いいですね。はい、レベル下の人たちなんですけど全然余裕ですね。うん、さあどうかな、経験値5倍を見せてもらおうじゃないか。どうやら、あ、いいですね無傷でこの経験値、おいしい。いやー、スパシーバー、新たな刀剣。おお、いいですね助かる。まあ、このままいっちゃいましょう。あ、もうガンガンいっちゃいましょう。そしてね、あの蛍丸くん2号2号を救出して、うん、あの続きまくりボイス蛍丸バージョンをね、ぜひ聞きに行きたいと思いますが、どうかな。作戦、はい、できてる、できてる。あー、お茶がうまいこたつで飲むお茶はうまい。さ、祭りの始まりだ。 お風呂が沸きましたね。じゃあこの動画撮り終わったらお風呂入りましょういやー、みかんが欲しいな。ぶっ飛ばーす、そこ。いやー、もう、あー、速度速い担当の我ら担当図より速い敵がいただと、許せんな。あ、まあでも安心して見てられますね。うん、あの青い変な輩がまだ来てないんで、いかがでしょうか。いかがでしょうか。ご期待に応える結果で、ご期待に応える結果であれば良いのでしょうか相変わらず文章が多い。で、担当ね、担当以外の、おお、また来た、おいしい担当の子たち以外のレベル上げは今厚かし山の方で、うん、やっております。はいはい、オッケーオッケー、いいよ、何でもいいよ。作戦、適当適当。
いやー美味しいなあ、ケビーシーバンバン来てくれる、うん、気持ちいいですね。祭りの始まりだ。こう担当の子あげるにはもってこいだぞ。わあ、さよくん、そう、さよくん早く帰ってこい。さよくん早く帰っておいで。今ならね。今なら楽しいぞ。さよくんの極め楽しみだな。ここで大暴れできるな。うん。はい、歴史監督部隊分隊倒しました。あ、おいしい。おいしい、素晴らしいなこれ。うん、でまたニッカリさんに来てくれると、オーイエー、オーイエー。この子はですね、もうあのちょっと一回相談をされまして、相談があるんだけどって来たんですけども、ちょっと待ちなさいと、うん、お父さん許しませんよと、うん、少々お待ちくださいと、うん、そしてどこ行くんだ、勢いありすぎだよ君ら、まっすぐ行っちゃったよ。作戦適当適当、ちょっとね、まあ、刀剣男子ではありますけども、なんか一人娘をなんか一人娘が旅立つなんか父親の気分を なぜか味わってしまうというね、うん。最後も厳しく来てくれればよかったけど、ああ、いるいる、やつがいる、やつがいる、ああ、この野郎、貴様の経験値を我らの糧としてくれようぞ。うん、いや、いいですね、これは行きまくりましょう。美味しいなこのステージ。あとはボスにちゃんと言ってくれればもっと美味しかったんですが、勝ったぜ、まあいいでしょう、勝ったぜ大将、よくやったぞ。あ、ちょうどさっきのはもうすぐお風呂が沸きますの音楽でしたが、今度こそ本当にお風呂が沸いたようです。じゃあ、今日はね、 あとそうだ、蛍丸くんの手紙を待たないと。はい、それで、今日は終わりたいと思います。はい、任務、おおい、ケビーシー、あー、いいですね、任務もはかどる、めでてえな、ありがとうございます。来た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 よ。さよさもんじより手紙が届いています。なんだって、早く早く読みなさい。はいはいはい。主様へ、雄星様に頼んだらサヨサモンジについて危機として語ってくれたよ。おお、自己紹介しちゃったのかな。あのむっちゃんの時はあのちょっと酔ったお兄さんのふりして近づいてたみたいだけど、うん、へえ、どんなに頼み込んで譲ってもらったかとかね。まさかそのサヨサモンジが人の姿をして目の前にいるなんて思いもしないみたいだけれども、ああ、じゃあ自己紹介はしてないんだ、さすがに。うん、どうしてそこまでして譲ってもらったのか聞いたよ。刀身を見ていると敵討ちの逸話が今にも目に浮かぶようだったから。だってさ、ん？ん？危機として語った話なんだよね。ん？うん、気になる気になる終わり方したさよくんさよくん気になるよ気になるよ、うおあと一通届くけれども、うわー、気になる終わり方したはい、ありがとうございます。明日まで待てないよ。はい。今の鳴き声、なんて鳥でしょう。なんでしょうね。あ、そうだ、毛利君じゃない。いい天気ですね。あの、なんだっけ、お見送りボイス、お見送りボイス。空って、なんで青いんでしょうね。すぐ戻ると思いますよ。あ、以上ですか。あ、はい、ありがとうございます。すぐ戻ってくれるそうです。はい。はい、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。池田屋シリーズも4つね、見終わって、カシュウくんとかのね、あのまあ当時こんなこと言いたかったけど
今の俺には言う資格はないっていう感じを割り切ってても、こう少し寂しそうなね言い方とかまあしてましたけどね。うん、まあ、今の使命に、を全うしようと、頑張ってる刀剣たちの姿が、まあ、見れました。はい、さて新たにね今レベルアップキャンペーンが来てますので、頑張ってレベル上げて、今度のステージ7行きたいと思います。頑張りましょう。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。失礼します。